今日のあやちゃんはいよいよ3月から2016年卒業の学生さんを対象にした社員採用の募集要項が解禁ということで、はい、今日は人事部の近藤部長に南海放送がどんなところで、まあ、どういう人を求めているかっていうのを話を聞こうと思います。南海放送って、はい、まあ、簡単に言うとどんな会社、どんないいところがある会社ですか？そうですね、愛媛でやはり一番早くに開局をした放送局ですので、はい、まあ、愛媛県の皆さんに密着をして、日々まあ地域貢献とかですね、地域活性化っていうところを目指して番組作りであったりとかイベント事業であったりとかいろいろな事業に取り組んでますけれども、はい、最近では、まあ、最も古い放送局なんですけれども、まあ、最も新しいことにチャレンジをする放送局になってるなというふうに働いてて感じますね。じゃあ実際こうどういう学生さんにこう南海放送を受けてほしいなっていうふうに考えてますか？はいはい、学生の皆さんはまあ、ラジオとかテレビとかね、はい、放送の仕事をやってる会社っていうことは普段放送を見ていただいてるので、そういう感覚で、受けてこられるんですけれども、まあ、中に入ってみるといろんなことをやってますよね、はい、で特にその本来のラジオテレビというだけではなくって、そのラジオとテレビを組み合わせてみたりとか、インターネットとか SNS とかいろいろなものを組み合わせて新しいものをどんどんこう生み出していこうというような風潮が今非常に高まってますから、そこに入ってくる学生さんはぜひその新しいことをどんどんやってみたいっていうね、いろんな好奇心を強く持ってたりとか、うん、はい、まあ初めてのことですからこうチャレンジ精神を強く持ってるとかですね、そういう学生さんに応募してもらいたいと思いますね、うん、はい、まあ、どうしてもこう好奇心旺盛な学生さんでも放送局っていうだけでこう何か特別に勉強してやらなきゃ入れないとかって思う人もいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、実際はいや全くそんなことはないです、うん、よくそのやはりこういつもテレビで見てる、ラジオで聞いてるっていうことで特別な場所みたいに思われる方がよく見られるんですけれども、全然実際はそうではなくてですね、働いてる人たちはもう本当ごく普通の人たちですし、入ってからいろんなことをこう身につけて、まあ人材としても育成していくというような状況になってますから、やってみたいって思う人はどなたでも飛び込んできてもらって、誰でもできる仕事だと思います、はいはい、ちょっとそれを聞いて、まあ、安心した人もたくさんいるんじゃないかなと思います、はい、今日はもう本当にこうごくごくわずかなもう情報しかお届けできないんですけど、はい、じゃあもっと南海放送のこと知りたいなとか受けてみようかなって考えている学生さんはどこを見れば、はい、南海放送のホームページの採用情報というところをご覧いただきましたら、はい、2016年の総合職社員の募集要項が、3月1日から掲載されますし、また、3月の中旬には個別の会社説明会とか、東京と大阪と松山で開催をする予定になってます、はい、またその他合同の説明会なんかにも積極的に出ていってますので、はい、ぜひそういうところで南海放送のことをいろいろ知っていただいて、たくさんの方に応募していただけたらと思います、はい、私も、まあ、2年目ですけど、はい、1年目からバリバリ本当に仕事をさせてもらって楽しい、毎日楽しいので、はい、ぜひ皆さんこう興味を持って受けてもらったらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。